群馬県のニュースをお伝えします。先月31日、群馬県高山村の養鶏場で複数の鶏が死んでいるのが見つかり、鳥インフルエンザウイルスが検出されました。36万羽の殺処分が進められています。群馬県によりますと、31日、高山村の養鶏場から死ぬ鶏が増えたと県に連絡があり、遺伝子検査を行った結果、高病原性の疑いがある H5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです。これを受け、群馬県は1日朝から養鶏場の鶏およそ36万羽の処分を進めるとともに、自衛隊に災害派遣要請を行いました。県によると、3日の午後3時時点で19万520羽を殺処分しました。現在も鶏の処分を進めており、7日には終わる予定となっています。群馬県内の養鶏場で鳥インフルエンザの感染が確認されるのは今シーズン初となっています。能登半島地震で県内でも職員の派遣など支援が行われています。最大震度7を観測した能登半島地震の救援のため、群馬県の行政機関や自治体などは3日被災地支援を強化しました。国土交通省関東地方整備局は3日緊急災害対策派遣隊テックフォースとして職員4人を石川県へ派遣しました。テックフォースのメンバーは、地震による土砂災害の危険箇所を点検するなど安全性を確認することとしています。また大泉町は昨年2月にトイレトレーラーを導入、協定を結ぶ一般社団法人助け合いジャパンの要請で派遣を決定しました。一方、県内の消防は震災発生後から現地で活動する緊急消防援助隊の人員交代のため、第2陣をそれぞれ4日の早朝に派遣することを決めました。北陸新幹線は現在も続く地震などにより一時運転を見合わせました。能登半島地震後も続く地震などにより、北陸新幹線は3日も影響を受けました。午前10時頃には能登半島を震源する最大震度5強の地震があり、北陸新幹線は上田から糸魚川間で運転を見合わせました。 JR 東日本によりますと、地震に伴い列車を緊急停止させたもので、安全確認後に運転を再開したとしています。また午後6時頃にも最大震度4の地震があり、同じ区間で運転を見合わせました。1日朝、群馬県太田市の交差点でワゴン車とトラックが衝突する事故があり、ワゴン車に乗っていた18歳高校生が死亡し、双方の車に乗っていた合わせて4人が怪我をしました。1日午前8時ごろ、太田市の交差点で17歳から18歳男性4人が乗るワゴン車と4トントラックが出会い頭に衝突をしました。この事故でワゴン車の助手席に乗っていた18歳男子高校生が太田市内の病院に運ばれ、およそ2時間後に死亡が確認されました。またワゴン車に乗っていた10代3人とトラックを運転していた50代男性の合わせて4人が病院に運ばれましたが、全員軽傷だということです。警察によりますと、現場は県道と市道が交わる信号機のない交差点で、県道を直進していたトラックと市道を直進していたワゴン車が出会い頭に衝突したということです。警察では当時の状況や事故の原因を詳しく調べています。毛蔵寺遊園地が新春に回転木馬などの無料開放を行いました。伊勢崎市の大富来毛蔵寺遊園地は2日3日、新春特別開園として営業し、お年玉企画でメリーゴーランドを無料開放したほか、甘酒を配って来園客をもてなしました。メリーゴーランドは昨年2月にリニューアルしたもので、きらびやかな装飾が目を引き、空間に馬や恐竜、イルカなどをかたどった乗り物があり、子どもたちは親に抱えられたり一人でまたがったりして笑顔を見せていました。甘酒は2日間で400人分用意し、午前と午後に1回ずつ無料配布しました。以上、県内のニュースお伝えしました。